前を向いてね、いろんなことを考えながら試行錯誤しながら頑張ってますんでね、ぜひぜひね、画面の向こうの皆さん応援してくださいね。応援してくださいね。ありがとうございます。次はね、久美ちゃんがね、一人で、ソロ歌っていただこうかなと思ってます。説明してください、はい、この曲。ですね、まあ、ソロをね、選ぶときにどうしようかなと思ったんですけど、先にね、淳さんが友達をファーストステージで歌ったんですけど、友達歌うことが決まってて、そのなんかつながりであるかなと思ってふと思い出したのが、キャロル・キングさんの邦題だと君の友達っていう、You've Got a Friend っていう曲があるんですけど、この曲をね、私の同級生の、中田さんという、方がいるんですけど、その方のバンドで歌ったことがありまして、ピアノもね、何回か弾いていただいたことがあるんで、そのピアノ演奏をなんとか弾いて送っていただいて、ここで歌えるかなと、ここで、ね、遠隔コラボになりますけど、できたらいいなと思ってお願いしたら、快く引き受けていただいたので、中田真理子さんの演奏、ピアノ演奏で歌いたいと思います。よろしくお願いします。Thank you.
ではですね、はい、ありがとうございました、はい、せっかくこれ持ってきてたのに忘れちゃった。えああ送迎の時使うと思う。そう、緑と次で使うじゃん。忘れちゃった。はい、どうでしたか皆さん、英語の歌素晴らしいですね。ありがとうございます。クラウス英語の歌歌うことないからね。ということで、はい、じゃあ次はまたグリーティーがいつも歌ってるカバー曲の中から、これね、昨年のね紅白で、竹内まりやさんがとっても素敵なグリーンのワンピースで、あれ欲しい欲しいとずっと言ってるんですけど、私あのワンピースで、紅白で歌われた曲で、本当ね竹内まりやさんはソロで歌ってらっしゃるんですけれども、これを、ま、あのマナカナちゃんがね、お二人で歌ってらっしゃって、で私はそのマナカナちゃんの方の、曲を聴いて、これグリーンティーにいいんじゃないかなと思って、クミちゃんにじゃあ歌いましょうかって言ってね、あの歌い出した曲です。お、ジョニーさんとかアスカさんや、あ、ジョニーさん、ジョニーさん、ジョニーエンジェルのジョニーさんよ。カメラこっちだよ。あ、どっち、あ、こっち、これとこれ、これとこれ、などうしても向こうに行っちゃうの、腰だよね、ジョニーさん、ありがとうございます。こっちだね、アスカさん、アスカさんも、アスカさん、ありがとう、あ、私がピアノ弾いてるって言われた。いや、あ、実は私が弾いてるのよ、とか言われたら、実は私は私。あ、アミさんも入れてくれてましたね。あ、アミちゃん、アミちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。でも、この3つでそっちが。え、だからこれは Facebook なの。あ、Facebook と、そっちは YouTube なの。YouTube って素晴らしい。どうやってできるんだろう。すごいね。私も真似してる。配信だよ。はい。ありがとうございます。じゃあということでね、うん、なんとこまで言ったっけ、うん、そう、竹内まりやさんの命の歌をですね、まなかなちゃんが歌ってたのでグリーンティーで歌ってみたいと思います。ではお願いします。追いかける
はい、なかなかね、すごい素敵な曲ですよね。しんさんも入れてくれましたね、うん、ありがとうございます。しんさん、ありがとう。ヨーグレーだけです。フラワーズの岡田さんもうまくいったそうです。投げ銭ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あと、もう後半になってきたので、ね、はい、そうですね、後半ですよ。でも、ちっちゃな声で、分かってますね、お約束ね。大きな声を張り上げないで小さい声、後半まだありますけどね。ね、ということで、さあ、はい。野球は大丈夫なんですか？負けてます。あ、そうですか。聞かなきゃよかったね。すいませんね。はい、それでは後半戦はじゅんさんね。そう、オリジナルですね、うん、私のオリジナルが続くんですけれども、くみちゃんに、ずっとハモっていただいて、グリーティーで歌っていきたいと思ってます。急にね、ガラッと曲が変わるけど、今この曲もこの、今歌ってる曲の一つ前の曲なんですけれども、私が営業しているようなひるからさんねっていうところではよく歌ってくださっております。最後の恋、皆さん最後の恋じゃないもんね、ここに来てる人ね、まだ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 いっぱい恋が待ってるでしょうけど、ラストラブ聴いてください。Thank you.
Thank you.
喋んなくていいの？いや、ちょうどいいんだよ、だって。あ、そう、喋んなくていいの？うん。フロイドさん。あ、
フロイドさんは出番少ないじゃん、フロイドさん。なんか出番、なんか後ろでして、最後の最後の前の。そんな気抜いて野球ばっか見てないなぁ。野球の場合じゃないのよ。野球見てないよ、ちゃんと聞いてました。いつもね、ほら、毎年6月にね、ジュンさんのバースデー、そうなんですけどね、フラワーズとね、やっぱね、そうするとお客さんがね、いっぱいでね、僕ら出演者でいるとこがないのよ。しょうがないから楽屋とかあの面にいて、まともに、まともにって言っちゃ変だけどね、ちょっとこの2人のグリーンティーとかジュンさんの曲ってね、客席で聞いたことは今日初めて聞いた。いいね、どうでした？いいね。あ、そう？そうね、ちょっと、ダンスランもそうだけど、ちょっとね、ドラムを聴いてたらね、いけますからね。わーやったー、ね、生バンドでね、できる時はね、だからさ、一応これ平成の歌謡曲になるんですよ。だから平成の歌謡曲もレパートリーに入れていただいて、そう、そう、本当はね、フラワーズはね、焼いた一緒にね、そしてグリーンティーの格好に入れたかったんですよね。あと、私のことなんですけど、ちょっとね、コピーバンド、ジューシーフルーツのコピーバンドやってまして、そのボーカルのね、アニャコさんっていう方が見てるのかな？あ、見ててください。あ、ありがとうございます。そのボーカルのさんね、アニャコさん。見てるかどうかわかんないけどね、フロさんがギター弾いてるってびっくりしました。そう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 、ギター弾くって誰にも言ってないね、超サプライズだね。今日、ね、見れた皆さんはすごいそうですよ、生で見れた方。そう、ライブだから、改めて YouTube とか見ないでね、ライブね、なかなか貴重で、でも YouTube 見て、なんだっけ、これ、登録とかあるのかな、このジョニーエンジ、ジョニーエンに、あ、応援してください、このジョニーエンの、ね、投げ銭、投げ銭。あ、ジョニーさんを見てるのかな？うん、見てますよ。ジョニーさん見てくれてますよ。そう、あと中田さんだったのね。うん、あ、ピアノは。ピアノ。うん、そうです。キャロル・キングなんて、シャレたの歌ったと、クリさんがね。フラワーズでもやらないといけないですね。いや、フラワーズやらないね。でも、もともと僕、洋楽の人間だから、あの辺、本当はね、弾き語ってもよかったんだけどね、キャロル・キングの曲ってコードが難しいんですよ。だからね。そうそう、中田さんには本当何回も弾いてもらってるから。あ、そうなんだ。中田さんもね、見てるのかな、中田さん。見てるかな、見てるかな、ね。ビートルズセッション来てね。ね、なかなかね、遠いからね。そうなんですよね。彼女は洋楽派ですね。そう、洋楽派です。洋楽、彼女とね、割と趣味が合うんです。いや、今見てたらさ、カメラがあちこち切り替わるのね。そうよ、そうですよ。すごいかっこいいじゃない。そうですよ。全然気づかなかった。いや、こんな切り替わったらずるいね、いいね。いや、ほら、だってすごいよ。そうそうそう、あちこち切り替わって。こっちこっち。素敵、素敵、素敵。これはいいじゃないですか。これはちょっと YouTube 見てみたいわ、私も帰ってから。いや、素晴らしい。これ YouTube と Facebook と同じように全部映ってるんですか？うん、そうそうそう。すごいな。Twitter で。Twitter もあるもんね。そうそう。Twitter も同じように映るの？いっぺんに？すごいねー。教えてあげてください。ジュンさん、ジュンさん。ジョニーエンジェルまたやりましょうよ、これ。あー。ね、昼の。これ素晴らしいです、素晴らしい。ちょっとね、時間取れてます。この映り方にね、もうちょっと気合い入れたドレス着てくればよかったね。いつものタキシマジョンのドレスで。そう、俺も。ね、これ。俺も。普段着。そうでしょ、そうでしょ。なんとなく普段着。そうなんだ、いつも。そう、一応考えたんだけど、ほら、一応出るわけじゃないからと思ってたから。出てるじゃん、出てるじゃん、出てるじゃん。そうなんだよね、立派な出演者です。でも歌的には全然いいもんね、そんな感じで。でも、またぜひぜひ。はい、いや、こちらこそよろしくお願いいたします。来年はね、ありがとうございました。来年のコラボはね、ガーンとできるといいですね。そうですね、本当にその時はね、皆さんね、本当にね、今日来てくれた方はね、次来るときにね、あと3人ぐらい連れてきてくれるのね、皆さんね、あと3人ぐらいね。いやー、でも本当にこのこういうね、状況の中来てくださいました、本当に、ね、ありがとうございます。あの、ぜひぜひ、お家に帰る、ドア開けたらもう消毒してね、シャワーしてね、
お家に持ち込まないように気をつけてくださいませ。私たちも気をつけて、せっかくやってるからね、お店からね出してもまずいはい、ということでお店もしっかりね消毒してくださって、きちんとしてくださってますから、ありがとうございます。はい、ということで最後にぎやかに行こうよ、にぎやか、はい、もう歌える人歌ってくださいね、声出してね、マイク差し上げたいぐらい、ソーシャルディスタンスを保ったままで保って、これで届けばそっちも、だってこれ3メートル以上あるから大丈夫でしょ、お客様のところまでね、マイクも消毒しないとまずい、僕が喋ったやつだから、そう、それ変えなくちゃなんないから、ね、あー、マイクカバーあるけどそっか、まあ、でもいいですよ、ね、いいじゃない、はい、じゅんさん、はい、今日はいいと思います、うん、アカペラで頑張ってるから、はい、では真夏の情熱you